やってきました。カフェレストランガスト。今日はね、こちらでランチでございます。最近ガストさんね、なんかデカ盛りメニューがね、増えたというか、力入れてるんじゃないかなと思って、ちょっとね、気になったんで、やってまいりました。店内入ってきましたよ。まだね、午前10時半過ぎなんで、ガラガラ、ほぼ貸し切り状態。さあ、メニュー注文を開始する。一人です。カキ始まったね。広島産カキフライ。チーズインハンバーガーのカキフライじゃない。これこれ。カキフライ。単品と、何これ、トッピング、ハンバーグに薄かつからよしの唐揚げエビフライ。うわ、悩むな。とりあえず次、これこれ気になったの、これ大南蛮定食。これね、自家製タルタルで唐揚げがね10個、やばくない、唐揚げ10個盛りだよ。これやばいなと思って、これ食べます。909円、税込み1000円だって、やば。これとカキフライで食べていきたいと思います。ご飯は普通、あ、大盛り無料なんだ。ご飯少なめはね、マイナス50円だって。へえ、ミニタレカツ丼に変更とかもできるんだ。ドリンクバー、まあ、特にいらないです。はい、買い物かも見てる。はい、注文はね、こんな感じね。大南蛮定食1000円と、カキフライ単品で750円ね。はい、注文確定。その他メニュー見ていきます。以前これ食べたね。ゴーゴーカレー、ゴーゴーガストカレー。ね、これもデカ盛りだったな。金沢カレーガスト本気盛りってやつね。さらにね、トッピングしてね、超デカ盛りにして食べたけど、これもデカかったな。ガストさんはね、ランチめちゃくちゃ安いんだよね。木曜日替わりランチはね、ハンバーグ、ソーセージとコロッケがついて636円、税込み700円だよ。ランチめちゃくちゃ安い。最近出たのかな、これザ・ガストハンバーグ 220g のハンバーグね、で636円、税込み700円。そのね、ダブルっていうのがあるんですよ。やばくないこれ。 440g で950円、ザ・ガストハンバーグダブル。やば、これも頼んじゃおうかな。いけるかな、やばいかな。単品ならいけるでしょう。もういっちゃえ、いっちゃえ、いっちゃえ。あ、ソースはドミソース。トッピングしたらね、もう倒れちゃう。トッピングしません。ライスセットもなし。はい、カゴに入れます。注文、税込み950円ね。やってしまえ。もう注文しちゃいました。やばいです。お水はね、ドリンクコーナーからセルフです。やばい、こんないっぱい食べる予定じゃなかったけど、もう頼んじゃったから後戻りできません。朝からがっつりランチになってしまいました。もうね、メニュー見るのやめます。注文したくなっちゃう。来たよ来たよ、ロボットも持ってきたよ。ご注文ありがとうね。食事楽しんでください。ロボットくん、ありがとう。はい、来たよ来たよ。こちらがね、大南蛮定食。すごいな、辛味がね、10個、味噌汁にご飯、自家製タルタルだって、たっぷり。あとは漬物、ソースもあるね。じゃーん、カキフライも来たよ。広島県産カキフライね。じゃーん、まだとハンバーグも来ました。やばいでしょこれ、やばいやばい。今日のランチはこんな感じになりました。それではいただきます。本当にやばいな、ちょっと本気で食べます。上着脱ぎます。何から行こう。とりあえず味噌汁。味
スタント風の味がします。さあ唐揚げ食べ、ほら唐揚げね、10本いただきます。うん、うまっ。この唐揚げうまっ。周りカリカリの中ジューシーなやつね、柔らかくてね、味がすごくしっかりしてるから美味しい。さあタルタルがかかったね、カキフライ食べます。冷凍の香りと味がします。ちょっとカキフライは失敗だ。ソースだけ食べよう。サラダ食べちゃおう。牡蠣がなくなったらね、若干スッキリした。唐揚げ。さあこのどでかいハンバーグ食べよう。1枚がね 220g で2枚入ってるからね、めっちゃでかいよこれ。2枚まとめて切っちゃうからね。よし、ハンバーグいただきます。うわ分厚い、肉厚いただいてみます。このハンバーグやばいね、めっちゃボリュームあるじゃん。ソースも美味しいしね、ボリュームもあってね、しかもご飯が進む、超絶満腹確定です今日は。うん、シュートポテトみたいなのついてるね。コーンもついてます。早くもお腹は悲鳴を上げてきました。どんどん食べます。ご飯がなくなりました。はい、味噌汁もなくなりました。ということで漬物食べます。野菜で食べるか。はい、唐揚げタルタルつけてみます。南蛮のタレつけてみます。この唐揚げそのままが一番おいしい気がするけど、タレとタルタルダブルでいってみます。もうお腹いっぱいすぎて味わかんなくなってきた。さあハンバーグ食べる。ああやばい、ハンバーグ 220g ダブルはやばかったな。ちょっと多すぎた。もう少し食べます。さあ残りは唐揚げ4個でございます。とりあえず野菜、もうお腹いっぱいで入りません。残します。ガストさんはねスカイラークもったいないパックっていうのがあってね、容器をね20円で用意してくれます。それでねお持ち帰りできます。ということで持ち帰って食べます。っていうわけにはいかないんで食べますよ。しっかり食べて帰ります。でもこの唐揚げはね一口サイズなんで10個ぐらい大丈夫、普通に食べれると思います。僕はねハンバーグ 440g とかけぐらいも頼んだんで結構きついっていうだけで、大南蛮定食のね唐揚げ10個はね誰でも普通に食べれると思います。さあ唐揚げラスト、タルタルねほとんど使わなかったんで、タルタルなくても、ね、全然美味しい唐揚げだったんでそのままほとんど食べちゃいました。はい、完食、ごちそうさまでした。はい、ということでね本日はねガストさんでね最近デカ盛りメニューがね多いんじゃないかっていうねことでね食べに来ましたけど、
デカ盛りメニューをね、さらにデカ盛りにして食べたというね、ことで、もう何も入りません。帰って寝ます。バイバイ。